はい、どうも皆さんこんにちは、吉田隆久です。今日はね、今からスーパーにちょっと買い物に行かなきゃいけないんで、まずちょっとその様子を、撮ろうかなと思ってますね。とりあえず行きましょう。天気ちょっと寒いけど、僕がいる州は結構あったかいんですけど、もう11月ともなると、寒くなってきてますね。はい、めっちゃ紅葉してる、綺麗。月曜日が休みで、今日曜日、明日休み、だからあんま人がいない。僕もここで授業を取ってます。さあ、今日ちょっと皆さんにお見せしたいのは、なんか秒で変わる、あの横断歩道があるっていうの、秒で変わる信号があるっていうのをちょっとお見せしようかなって。マジで秒で変わります。青になって渡り始めて、もうすぐあの点滅するみたいなところがあるんで、そう、はい、やってきました。ここです、例の秒で変わる信号機。これが一応あの何押して変わるやつ、あそこが変わる信号機。これはあれ見えるかな、手のマーク。あ、これそろそろじゃあ変わるかな。変わるかな。今変わった。行きます行きます行きます。ここ見えるかな。ほらほら、もう点滅し始めてる。やばいっしょ。早すぎるわ。いやマジどんだけ早いんだっていうね。そう、あんなところがあるんですよ。なんだろう、歩く人が少なすぎるから、そう。これ今見ても分かる通り、もう歩いてる人一人もいないんだよね。うん、そうそうそう。スーパーに着きましたね。そう、このスーパーに入って買い物しようと思います。Good, how are you? Thank you. Too. はい、ってな感じでね、この週末のいつもの買い物した。田舎の街だとみんな車使ってるんで、歩いてるとこんなに浮くよっていう、ゆるい週末の Vlog 的な形で、動画を撮らせてもらいました。また明日も動画投稿するんで、よかったら見てください。では。